北洋艦隊機北洋水士の要項であった、伊海英湾内の写真。北洋艦隊の主力艦であった、鎮遠北洋艦隊は、新潮海軍の艦隊である。新国では、北洋水士、または、北洋海軍と呼ばれた。母校は、天津、伊海英、旅順。創設者は、北洋通商大臣建築霊総督のり交渉で、司令官は、提督、帝助将。 日清戦争において、日本海軍連合艦隊と交戦し、日本の異海英攻略の際に壊滅した。その後再建されたが、義和団の乱で軍港を失い機能を、創出、1905年の海軍組織再編で消滅した。高所14年12月17日に、三島異海英の流行島で正式に設立された。1871年、直令総督に転じた。 李工章が南洋水師から砲艦4隻を遺憾して創立。1860年第二次アヘン戦争で北京が侵略を受けた反省から北海湾沿岸、特に天津を列強の侵略から守ることを主任務とした。しかし、1874年に台湾、1875年に朝鮮で日本が侵略行動を起こすと、 理工省は日本を第一の仮想敵として海軍の拡張を開始。航海全域の防衛を目的に、1880年代、イギリスとドイツからの購入艦で、庭園級以下、装甲艦2隻、巡洋艦8隻、砲艦12隻という、当時の東アジア最強の艦隊を編成した。また1881年に、天津水師学堂も創設して、 海軍要員の育成にも着手した。この間、1882年の人口軍団など、朝鮮で緊張状態が生ずるとに、北洋水師は朝鮮半島沿岸に展開した。新朝は近代海軍の整備途上にある李市朝鮮の創始国でもあったので、これらの行動は日本に対する牽制であった。1884年には、新物戦争が起き、 福建水市から北洋水市と南洋水市に救援要請が出た。李工省は当時手持ちの最有力艦、長宇、洋宇を台湾方面の警備に派遣した。しかし同年、朝鮮でクーデターが発生すると、李は二席に任務切り上げと朝鮮への急行を命じた。こうして1880年代後半、日本との対決姿勢を強めていった李工省と、 北洋水師だが、水師は、艦艇の調達、整備維持に弱点を抱えていた。参加に、大型艦の建造、整備が可能な造船所がなく、切り札の、庭園、沈園の整備ができるドックは1890年代まで、東アジアには、香港と長崎にしかなかった。どちらも当時の成長にとって信頼できる国ではなく、特に対日関係が悪化する中での北洋艦隊の、 長崎海溝は外交問題を引き起こした。加えて1880年代後半、北洋艦隊は予算不足に見舞われた。原因は予算が黄河の治水と生態港の岩塩造影に回されたからという説明が一般的である。このため1894年の日清、戦争勃発時、北洋水師は兵員の訓練と弾薬の不足。 そして装備更新の遅れに悩まされていた。外国人教官による教育理工省は天津水師学堂の教官として英国海軍のウィリアム・ラング大佐を招聘ラングは低助将帝徳の自席の地位を与えられ北洋水師の招聘に対し英国海軍仕込みの猛訓練を施した。ラング大佐が教えたのは1866年の 広使用戦争の立沙沖海戦以来、列強海軍のスタンダードとされた横陣による昇格戦だった。日本海軍より正面火力が強く、大型の軍艦の多い北洋海軍に適した戦法だったが、日本海軍も訓練内容を知っており、1894年の航海海戦では艦艇の有足を生かして衝撃を避け、単純人で、 近距離から即射砲を猛射するという対策を取られてしまった。また、ラング大佐は1890年、艦隊の指揮権をめぐって、超と衝突したのを契機に退職。この最多の英国人教官も一斉帰国してしまった。したがって、日清戦争は北洋水師としては、装備、連度のピークが過ぎた時に起きた戦いだったと言える。まだ沈まずや、 庭園は1894年1月、朝鮮で農民反乱が発生。現地情勢に介入しようとした日清両軍が衝突し、日清戦争が始まった。7月25日、北洋水師の一部は陸軍を朝鮮へ輸送する船の護衛中、日本艦隊に攻撃され敗走した。常述の通り、李工章はこの時点での自らの海軍の現状を認識しており、 彼は、低序章に対し、積極的な出撃を避け、艦隊を温存するよう命令した。有力な北洋水士を脅しに使い、日本政府との和平交渉を有利に進めようと図ったものだが、9月17日、水士主力は、王力港川口で輸送船の護衛任務中に、艦隊の積極的な補足撃滅を図った日本海軍と遭遇、敗北した。 軍下にもなった日本軍水兵の叫びとは別に、この海戦で、庭園、鎮園は沈まなかった。しかし、両艦は、日本軍の速射砲で、バイタルパート以外の部分に、多大な被害を受けていた。それ以外の艦も、衝撃のために接近したのが、あだとなって、日本艦隊に、至近距離から撃たれて、大ダメージを被った。そして、 弾薬の欠乏と補修能力の欠如がここで災いし、さらに日本軍が陸上から軍港を攻め落とす作戦を展開したため、水師は旅順、異海へと敗走。最終的に多くの艦艇が沈むか、日本海軍に接収される末路をたどった。1895年2月11日、身体極まった低助章は副毒自決。17日、 北洋水師は降伏した。日本艦隊を率いる伊藤助行は接収した北洋水師残存艦の中から交際一席を新庁側に返却。艦隊各艦からの桃源令をもって定定徳の棺と水師の将兵を送り出した。庭園は日本軍水雷艇の攻撃で損傷し自沈したが姉妹艦、鎮遠は露閣され日本海軍の二等戦艦として 日露戦争に参加した。1895年の下関条約締結後、なお、権力の座にあった、李公省は、北洋艦隊の再建に着手。1896年に、他の山水師の大型艦をすべて天津に開港させ、直霊の防衛に当たらせたほか、ドイツとイギリスに、相次いで、防護巡洋艦号席などを発注。1898年までに、 艦隊の再建を完了した。しかし、日清戦争の敗北で成長に対する列強の侵略は加速。旅順とイカイエは、ロシアとイギリスに咀嚼され、ただ一つ残った、天津も1900年の義和団事件で八カ国艦隊の前に陥落した。駆逐艦はすべて旅客され、残りは混乱の中で、港南へ脱出した。その後、1905年に、 遠征外らが既存の水死を解体し統一。組織としての北洋水死は消滅した。残存艦艇は、その後、1909年に、巡洋艦隊と長江艦隊に再編され、侵害革命を迎えた。革命後、中華民国の海軍に移籍した艦艇は、1930年代まで、現役にあった。装甲艦装甲巡洋艦防護巡洋艦高校、高津。 公平は本来関東水市の勘だが、合同演習中の1894年、日清海戦により事実上北洋水市に編入された。法勘練習勘補助勘水雷堤防護巡洋勘、水雷法艦駆逐艦。ありがとうございます。